前回のカズクラ、廃校を見つけたカズさん、今回はレールを回収して20分ぐらい冒険して終わろうと思っていたらダイヤ発見。さらにしばらくするとスポナーブラック。カズクラ、そろそろ前不幸あるんじゃねえのか。はい、どうもこんばんは、カズクラでございます。めっちゃ回ってんねこれからお前をどう料理してやろうか。さて、こんなことは置いといてですね。あ、ちょっと待て。お前、カズクラじゃねえの。そして、なんだよ、この黒い画面。なんだよ、お前。ちょっと待て。ちょっと、やり直すわ。さ、カズクラ。あ、来た。はい。はい、どうもこんばんは。カズクラでございます。では、早速本日もね、行ってみましょう。あ、そうだ。今日のやつね、ちょっと感動したからね、もう一回出しておきます。せーの、ぽい。いや、これ、誰？いや、ほんと、視聴者の中にはね、天才がね、何人もいるね、これまでにも。これはね、ともくんと一緒に箱根だね。あの、箱根行った時のやつでございます。あ、その時の動画、下に貼り付けとこうかな。ぽいっと。では、本日はですね、まあ、これ見つけたということで、今からまた村に帰りたいと思うんですけども、まだまだね、あの、ここら辺、あの採掘しきれてない部分がねいっぱいございますので、本日はですねこれからしばらく冒険して、あとはですねあのネザー的なやつを使って帰っていきたいと思います。では早速本日も行ってみましょう。ブイーンブイーン。まずは戻るためのあのもちろんねダイブ的なもんないからごめんね。まずは黒曜石をねゲットしないとね。お、来た。よし、なら、まずはね、10個分ね、ちょっと回収していきたいと思います。よし、12個、OK だ。なんかやらかすかもしんないから、一応ね、貴重なやつは預けておこう。なら、ちょっとしばらくね、探索行っていきたいと思います。ちなみに、ここの値をね、ちょっと見ておこう。55-772。覚えられない。深さは18だから、十分ね、ダイヤモンドね、ジュリアモンドが出る深さにはいるみたいでございますね。まあ、ちょっと前のところ戻ろう。その後にちょっとネザーチックのやつもね、ちょっとね、作っていきたいと思います。あ、金あったね、早速。こういうのガンガン見逃してるんだから、もう。あ、ほんですぐ上が廃校になってんのか、これ。な、ちょっとこっちの方も冒険してみようかしら。まあまあ、そううまくはいかないよね。ちょっと渓谷の方もう一度右行ってみようかね。絶対なんかある感じだもんね、あれは。あん。さて、何かないのかな。あなたは、へい。いや、見てない部分がね、結構多いんですよ。このカズクラさん。ほら。ほーら。早速見つかったでしょ？いやー、やっぱ悪くはないね。こんだけ運いたらどうしたんだろうね、カズクラさん。よーし、こっちの方ちょっと進んでみましょう。あれはどっからになってんだ？あった、ここだ。ほい。よーし。あ、ほんでね、ちょっと一個裏技教えてもらったんだけど、これ水入りバケツでタイミングよく、このカズクラさんやってたじゃん。でもね、これね、ちょっと待って。まだ横に取り切れてないレールがあるじゃないか。ちょっとこれは回収しないといけないよ。あ、これもね、ナイス情報ありがとうございます。そういえばこれでも取れたんだね。水でも、ほら。ほら、この通り。いやー、この廃校自体まだ、探し方適当だな。取れてない部分いっぱいだわ。うんじゃ、ちょっとこんな感じでね、じゃんじゃん、ちょっと取っていきますわ。あれ、今、私めどっから来たっけな。こういうのやっちゃうから、もう、カズクラさんはもう、もう嫌になっちゃうねー。あ、
あったあった、こちらでございますね。こういうところは、あ、こうやって取ればいいのか。あ、早い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 。あ、やっぱ水の方が早いわ。ありがとう、ナイス情報。こいつらもね、うん、ちょっと難しいな。クモの巣もこんな感じでね、取れるみたいですよ。あー、ほんで、ちょっとやりたいのがね、これ、右クリック押しながら行けば、そのまんま食らわないらしいです。行きますよ、せーの、ほい。怖い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 。いた。いや、全然違うとこ行ってね。こういうことあるので、皆さん気をつけましょう。あら、ここには金もあるし、美味しいな、ここやっぱり。なんて場所にスポーンしてるんだあいつら。ちょっといただきやす、いただきます。いやー、カズクラ最近うまくなってきたのかな、もしかすると。せーの、ほい。おお、いけた。あー、そういえばね、視聴者さんからこういうコメント来てましたよ。カズさんやっぱうまいな、 YouTuber の中で一番うまいんじゃないかな、ふすまパン作り。ありがとう。ただね、作ってみてわかったけど、そこまで美味しくなかったんだ。とりあえず、こんな無駄話してるからね、どんどん撮影時間が長くなるってもんなんでございますよ。左よし、右よし、何もなし。見つけた。こっちの方まだね、ちょっと調査が甘いな。あ、いた。あ、びっくりした。ちょ、マグマの近くはダメ。もうちょっとだったじゃねえかよ。あー、びっくりした。ちょっとこちらいただきましてね。ちょっとこれも止めてきますわ。どんだけ上なんだよ、これ。よし。やっほい。JM ドゥアなし。異常なし。帰りますか。いや、こんな綺麗になんもないことあるんだね。あ、ラピちゃんあった。ここは？ん？なんだこれ。え？なにこれ。ちょっと僕の知らないやつ来たな、これは。ガチめに。420-13693。なんやこれ。ちょっとね、勉強不足だわ、これ。怖い。なにこの、鉄感があるやつ。なによ。ちょっと怖い。いや。ここは怖いわ。わかる？なんか、あかんやついるやつでしょ、これ。これあかんやついるやつでしょ。ちょっと今日は帰ろっかな。うん。こういうのだけいただいて、カズクラ帰っちゃおう。とりあえず場所だけ覚えたから。うん。なんだろうな。可能性としては、エンダードラゴンがうんたらとか？でもあれ、エンダーアイを投げて見つけるんだよね、なんか。まだ投げたことねえし、エンダーアイは。なんだろうね。なんか、カズクラすごい発見すんな、最近、お前。ラピちゃんもちょっとね、いただいてから。おお、すごい。今回も大量だな。贅沢。506-768だった。あ、方角的にあっちだね。もうめんどくさいから掘ってこうかな。あ、来たっぽい。あー、これ下の方ね。はい。こちらでございますね。あー、だ。鉄を一個焼きます。あー、ほんでネザーチックなのちょっと作っておこうかな。もう場所どこでもいいから、ここにすっか。ちょっとここに作りますか。こんでいいのかな。
あとはちょっと鉄を手に入れて、これを作るだけと。よーしんならで、どうしよう。これは置いていこっかな。大丈夫か。やられるはずがねえか、まずは。よし。んじゃですね、この状態で本日はですね、ちょっとお帰りの方行きたいと思います。じゃあ、ここはささっとね。さ、帰りましょう。バイバイ。これ村のあれじゃん。え？どうなんのこれ。あら？え？どうなんのこれ。勉強不足？近すぎるとダメなの？まあ、いっか。とりあえず。ダイヤモンドとか並べてちょっとダイヤモンドを、ゲットしよう。一応ワッキーもねしておきまして、こちらの方にダイヤモンドをねちょっと並べましてね。ほんでラピちゃんもねちょっとせっかくだからやっておきましょうか。ちょっとこの状態で行ってみましょう。いやそれにしてもね、あの鉄の扉とかある場所何だったんだろうなあれ。幸運チックなね、幸運チックなやつこれだな。はい、ではですね、みんなワクワク、幸運のつらしタイムでございます。な、こちらに用意いたしました。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 15ブロックですね。15ブロックのラピちゃんからどんだけ取れるのでございましょう。うおほほほ、すごい。え、これ1個だけで20個いけんの？どういうことになってんだよこれ。44 もう いらねえわ。んなね、ダイヤモンド行こうか。ダイヤモンドは5つ取りました。ほい。お、3つ、3ダイヤモンド。お、6。3ダイヤモンド取れてますね。あ、次は2ダイヤモンドで、11。つまりは、5で割ると、2. 何個？特別すごくはなかったね。はい、ではですね、本日はこんな感じで終わりたいと思います。多分ね、今回はネザーの尺を入れようと思ってたけど、一瞬で戻れちゃったからね、すんごい短い動画になってたような気がします。というわけでな、質問コーナーというわけではないんですけども、コメントからですね、ちょっとね、メッセージの方を拾ってみました。まず一つ目。カズさん、粘着ピストン式ではいいではないか。ゾンビは一撃でやるまでできますよ。そうでございます。次ね、スポナー的なやつは、その押しつぶし式、ちょっとそちらの方にチャレンジしてみたいなと考えております。いやー、そっちうまくできるといいんだけどね。ただね、ただ押しつぶすだけだと面白くないかなと思いますので、ちょっとそこら辺はですね、カズクオリティね、ちょっとそちらの方入れていきたいなと思います。ほんでラストはこれかな。カズさん、次の回でシード値出してください。いや、どうやらですね、このゲームにはシード値というものがあるみたいなんですけども、それを入力するとね、このカズクラと全く同じ、同じところで遊べるらしいんだけども、それするとね、多分ね、コメントとかのアドバイスで、なんとかのなんとかになんとかありますよとかね、なんかそういうちょっとあんま見ると面白くね、カズクラ的に面白くないような情報も出てしまう可能性がございますので、まだね、ちょっと秘密というか、もしかすると今までに出たことあるの？こういうので出てんの？シード値って。まあちょっとその調べ方もね、全然調べてないからさ。まあそこら辺はですね、おいおい、なんかのタイミングでもしかすると言うかもしれませんが、まだね、ちょっとシード値は秘密でございます。では本日はこんなところで、また次回皆さんお会いしましょう。バイバイ。バイバイ。